レイト男たち。まあこれサードシーズンで前回見事ジロー撃破したということですね。で今回も新たな刺客が来てると。どんな人ですか？それはもう見てのお楽しみという。見てのお楽しみにしてくださいと、はい、では挑戦者の方どうぞ。おはようございますということで今回の開催とはめっちゃかぶるやん。あはい、ということで、とめきさんのファンが12人。うるさい。なんでですファン聞いてます。うるさいわ、そんなもん、はい、で、二郎さんのファンが8人。うるさいだから、ファンの方が低い。うるさい。そういう態度はやめましょう。うるさい、お前、しゃしゃり出てくんな、お前何しゃべっとんねん。炎上しますよやめていただいていいですか。いや、ほんま申し訳ないです。はい、ラスト。これだけでしょう。わけがわからない。まあわけがわからんらしいけど。なんで？これちょまあでもええわ。とりあえず当たりました。一発目。いい。とてもいい。ありがとうございます。俺多分今100ゲームぐらいホームラン揃いできてないんで降格。いける気がする。信じましょう。ほらやったさすがに北総園だな。不愛想ないつも無表情なあなたも今のは嘘つくなよ嘘つくなよ。よいよい。はい、今日2回目のメガラッシュです。あ、来た。おう。せい。よっしゃ。よっしゃ。ほら、笑顔になった今。みんな笑顔です。ちょっとビビった。よーし。はーい、ワルプルもいただきました。いいよ、優秀、ベリーグッド。はい、というわけで166ゲーム、693枚の獲得でした。154ゲーム、ジャックスイカから当選。創造紙300枚。オーラは青、厳しいけれども。ここはダメか。終了画面普通、星なし。ちょっとまあ A タイプこれ積もって2000枚3000枚出したらまあ十分でかい勝利にはなると思うんで、まあこれだけしか回ってないんでこれで高出していきます。よし、仕方がない。これ以上言っても意味ないか。やめよう。中断ジリ引いてフリーズせえへんかったことないから。今んとこまだなんか AT とか ART らしいもの入ってないって。 RT 入った。 RT たまりきらんなぁ。はい、本日アーツのプチボーナスト。
はい、80枚獲得。あ、マジカルチャレンジですね。いやちょっとマジカルチャレンジの確率が上がってきてるんですよね。当てときたい。頼む。なあ、もう狙ったね。やった。やった。諦めてた。やりました。はい、53件マジカルチャレンジでもコインがなくなって置いたし、総投資15本です。食いつないどる、ギリギリつないでる。おめでとう。少々少々諦めたらあかん。かビッグボーナスよかった。まだ良かったです。頼むで、入ってや。あ、ラスト。102枚の獲得でした。え、なんで一ゲームラインですね。よかったよかった。ラッキービッグボーナス。121枚獲得の総獲得223枚でマキカラッシュ獲得です。僕はいつだって君の近くにいるよ。はい、天国であることを祈りましょう。いろいろ噛み合ってくれ。そろそろ頑張ります。あざす。待ってください。よーし、736総投資33本使ったな。通常点滅は通常お願いします。よし、とりあえずはビッグ通常点滅がちょっと気になるな。はい、これでビッグ終了。198枚、また光ってくれ。すぐ、うわ、上がってないのか。上がってたっぽい。嬉しい。通常？通常。まあ、ボードビューを狙って打って一発で天国。ありがてー。33本まくるはね、相当厳しい話ではありますが、次につなげる500枚1000枚
でもいいんで頼むと。さあ前回9回転、今回は15。マジか、マジか。いやまだ大丈夫だよ。いや8分の1とかよ、天国中やったら。はい、というところで32回転回し切りました。おきどき打つ理由はないと。約350枚ぐらいの出玉を持って大移動します。強弱悪くないね。一応角台キープだけしとこうかな。どちらにせよ行く台ないから、これリセットなんであと2回なんすけど、きっつー。あと2回で RT に入るだよ、打つか、まあ、打とうか。まあ打とうか。でも強弱も、まあでも強弱も捨てがたいけど、まあいっか。 RT 当たろう、当てよ。もう一個上行け。頑張れ頑張れハゲキチ。え、頑張れ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 ハゲキチ。うっさいわ、やめろや。ハゲキチとか言うなや、やめろ。早く頑張れよ。ハゲてへんわ。よいしょ、ゴー。乗れ乗れよ。弱でも乗ってくれ。ああ、やった。ああ見事、お見事、もうお見事としか言いようがない。バルプルっぽいな。バルプル臭いね。よしよしよし。ようやく噛み合ってきた。はい、ワルプル色はノーマルやけど、ちょっとまだ頑張ってちょう。20ナイス。オムラックローション、いい子や、いい子や。レアク行け、レアク。こういう時にレアク。バビーさん、ホームラン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 。違う、お前じゃない。あの宇宙みたいなやつ、宇宙みたいなやつ、宇宙みたいなやつ、宇宙みたいなやつ。あかんわ、あかんわ、あかん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 。諦めたらしまいやで。じゃあ立たれへん、立たれへん、穴も立たれへん。ほんまええ子や、けなげや、けなげでほんまええ子やわ。ねえ、やっぱ日本中こういう女の子にならんと飽きませんわ。ねえ、赤くれてもええで、ついでに赤くれても。うわほんまええ子やわ、ほんまええ子。ここもね、青以外でよろしい。黄色や、ちょっと頑張って、マジでちょっと頑張ろう、ちょっと頑張ろう、頼むわマジで。いきます。
ぺーな、しょっぺーな、しょっぱいな。ホームラン、ホームラン、ええよ、ええよ、ナイスファイト、ホームラン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 、じゃあお前じゃない、宇宙みたいなやつ、もう、赤78、102ゲーム、まあまあまあ頑張った頑張った、うわー、連打もうちょい頑張ってくれよ、赤い、あーか、あるぞあるぞ、ある、よし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 、ボーナス、ボーナスっぽいか、はい、ボーナス間に合った、よしよしよし、何が間に合ったかよくわからんけど、まあとりあえず間に合った、オッケーオッケー、チャンス目だよね、ビッグボーナス、いや、まあもうこの場面どっちでも嬉しいです、ね、はい、129枚獲得の総獲得702枚でした、いやそれやったらプチボの方が可能性ありましたよね、はい、ラスト13ゲーム、ラスト、はい、160ゲームで726枚でした、引き戻し、もう1セットある、ない、2セット目、ただこの台2セットかかってたら4スルー、すなわち5回目で絶対に激闘ラームに突入してくれるんで、まあ、あと1回ないしは2回で激闘ラームにつながってくれると、やってきたー、412ゲームやっと思いは届く、 33% 丸、33?30? どっちだったっけな、3分の1ある、この思いは届くはず、あースイカ否定しろよ、おお第3でビャンやった、これはおるやつやろ、さあキューピン言うたぞ、おぐれー、え、ああこれは勝ったってことですよね、うん、422ゲーム、外押し35本、さあ中段地に引っ掛けた、リプレイ来い、リプレイ来い、チラチリ、あ、来た、今多分 V フラッシュ出ましたよね、ほらもうバーバーバーっていかへんくなったもん、フラッシュが、しつこめにリプレイ引いておきます、ダメ押しの、すごいな、初めてやこんなにベル引かへんの、はい、キリンガラー、ありがとうございます、さあレインボーになって愛を取り戻せが流れました、
あれというよりも年ね、年を取り戻そう。今のは何か何か今のいやおもろいやん。じゃあ、しょうもなすぎておもろいやん。薬とくるやん逆に。いやそれちょっと今いきなりやったんで。わかるよ、わかるわかる。急に言われても戸惑うよね。取り戻しましょう。そう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 、投資を取り戻そう。さあこれで7回のベルを消化。あ、さっくりと勝った。さあオーラの色は何色？白。さあ三次ゲーム消化でバトル、まあ、そう簡単に終わんないでしょ。 66% ループ最低でも。あれ、あ、今日 MB でしたっけ。大丈夫大丈夫、今日 MB 引いたから。え？よし。さあ2連目。さあ2セット目のバトル。怖いぞ。キック食らっちゃった。ああああ210枚。そういう日か今日は。一発目も自力で通ったんかね、書き換え通ったんか分かりませんが、なんかやっぱ弱かった、仕方がない。次回いっぱいジャグラーでもどう。また飲もうぜ。ありがとう。ああもう久しぶり、ありがとう。278ページゲームに弱チェ引いて今これ動いて熱そうで強ゼリー279、多分今の弱チェで上がって今の強チェで刺すってな感じちゃいます。まあ今のこれ確定ではないからね、熱いのには変わりなしと。灼熱よ灼熱。ないないない。いやさっきの一発目の強制でボーナス当たって、その本戦中に似た強制で。ああなるほど、刺さってると。ナイスポジティブ発言、そうあってほしいですね。だからボーナス揃えた時に多分光るよ。マジでそうあってほしい。やめんの、なんでやなんでやめさそうとすんねん。めっちゃやめさそうとするやん。はい大当たり。
はい、持ち玉で311ゲーム強チェリーからですね。ここのランプは使わず、207枚の獲得。じゃあ移動しましょうか、ね、まああんま回ってないですけど、最後134分の1のバーサス、これで締めたいなと思います。じゃあ最後このバーサス打っていきたいと思います。当たってくれればラッキー。ああちょっと楽しい出目、よし来た、あーし、いいねいいね、イエーイ。持ち玉ギリギリ、あら最後の最後に、はい、ということで時間が来たということなので、ここで実戦終了したいと思います。ありがとうございました。88うわ、ラブジョーえらい出てるな。え、どういうこと、どういうことラブジョーで、まああの窓巻き自体もそこまで、ただ僕の隣左隣はもう6あったんちゃうかなと、思えるようなそんな挙動をずっとしてたんで、うん、なんとも、まあやからバジリスクもね、もうこの前代とかっていうことじゃなくて非常にバランスよく出てる感じがしますので、各機種にまばらに全体的にベースが高かったんかなと。で僕はずっと打てた窓巻きにしても、そのなんやろ、おそらく中間はあった感じなんで、うん、まあちゃんとちゃんと見切ってちゃんと選んでたら、まあまあまあ入れ方がなんとなくまた変わってきてる感じするんでね、また半年かけて掴んでいきたいなと思います。全体的にあのベースが高い印象は受けたんで、次回からまた活かしていきたいなと思います。まあでも強弱がやっぱり全体的に悪くなさそうな感じするし、強弱に行きたいんやけれども、せめてこっちにしようかな。大して変わらんけど、まだ645ゲームしか回ってないしな。こっち、こっちしよう。チェリー321、頼め、逃げろ、35本をまくるとなるとなかなかハードル高いですが、たまーにたまーにあるじゃないですか、ジャグラーバグったみたいなスランプグラフ描くときバーンって上に上がる、もう何ゲームでビッグ引いたんみたいな、10ゲームで3回ビッグ引きましたみたいな、そんな鬼の引きを見せつけることができりゃまくれるぞと。はい、というわけでお時間の方がやってまいりました。逆転の望みが 1% もないにしても 0.1% でもあるのならばという思いで打ちましたけれども、残念ながらマイナスと
なりました、はい、悔しいんですけれどもタイムアップなんで、実戦の方を終了とさせていただきます。ザグラは強い台もあれば弱い台もあるということで、弱い台があるってそんなに悪いことではないです。メリハリの効いた、まあ、しっかりと上は使って下も使ってると、まあ、設定接続しながらジャグラーばっかりを打てば結構な勝率が出るんじゃないかなという割合で入ってます。はい、で絆も前日の方が強かった気がする。もちろんこういう強い台はあるんですけどね、今4000回転で2000枚オーバーみたいな台とかはありますし、平均設定も高そうかなって思えるんで、そんな悪い状況ってわけじゃないですけど、前日の方が強かったなと。でもしかしたら強いかもというようなラブジョーで、4台中3台が3000枚オーバーなんで、もしかしたらもしかするぞと。窓マギとか絆とか、あとはジャグラーシリーズとか高設定が入っているなと思えるような島はあったので、まあ、それが何なのか次回は分かりませんが、しっかりと予想し下見の段階でこれと決めて、狙っていけたらなと思っております。なのでこの状況をもとに次回もしっかりと動いていきます。お疲れ様です。ストレートナート舞台2再び初戦が終わりましたね。終わってみてどうですか。見てみーじろ。はいはい、天も泣いておるわ。あ、うん、泣いてる、うん、今回はなんでなんでしょう。前回の最終回で、はいはい、次回が楽しみや楽しみやと、うんうん、天の神様が言うとって、うん、蓋を開けてみたら、はい、ディレクターが入れ替わっただけ天も泣いとるわこの1ヶ月間楽しみにしとったのにずっと泣いてたね。そういや最近ほんまに大きめの台風連れてきてほんまに悲劇や結果発表しましょう、はい、じゃあまず富木さんの方から。僕ですか。総投資が15本ですね。おお。で回収が388枚。あっちゃ、いやちょっとしんどかったですね。ダラ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 と。なんかここ一番になんか引けりゃみたいなとこあったよね。ありましたね。でまあグラフも見てないから知らんけどなんでやねお前めちゃ適当なこと言うやんやめとけ。多分そういう感じや。いや15本使って300枚って。いやそうやね、うん、いやもうほんまにこの打ち止めの時間、はいはいはい、がちょっとずれてたらプラ、うん、プラで追われてたんじゃないかっていうそういう展開。プラスで次行ったんや。そうもうなんかもうグラ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 してたんや。ずっとプラテンしてもプラス10枚とかなんかもうそんな感じやって、もうちょっとしんどい感じですね、はい、惜しかったね。惜しかったです。で、はい、二郎さんは。私投資35本。あ、行ったね。いや使ったよ。あ、使ったけれども、うん、回収が160枚ぐらいということでマイナス1500枚ぐらいですね。え、ちょっと待って、さっきめっちゃ真顔で普通にさ、うん、買ったよって言わへんかった。回ってないところでな一回そういうのいるかなと思ってまあでもな、うん、そうやな、うん、はいはい、ちょっとしんどそうな展開やったな、うん、正直な正直、うん、時間さえずれ込めば、うん、いやそうやと思う。なんかずっとダラ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 、うん、ダラダラしてて、うん、でプラテンしそうしそう思ってたらガツンっていかれたような、うん、そうなんや、ね、まあ、見てへんけどなでしょうね、うん、一切見てへんけど、うん、いやまあここ一番で引けへんかったっていうのがやっぱり、はい、そうやな。ちょっと一発目に二人ともしんどい展開になりましたよ。ちょっと残念ですね。はい、それを踏まえてじゃあポイントの結果発表していきますね。まず富木さんの方から。はい、サマイスポイントが0ポイント、はい、で人気ポイントが35ポイント、はい、あざす。で合計35ポイント、はい、合計まで言われたでジオさんがサマイスポイントが0ポイント、はい、で人気ポイントが34ポイント、はい、で合計34ポイントで1ポイント差の接戦になった。なるほどね。大接戦やね。まあビビたるもんやねんけど10枚分ってこと。いやほんまやな、うん、ちょっと予想外でした。だからってなるとちょっと待って、うんうん、昨日オープニングで散々文句言うた、はいはい、音ごきポイントの新ルールがめちゃくちゃ効いてくるっていうか、うまいことなっとるわ。50ポイントもらえるもんな。50ポイント倍とかになったらこの1ポイント差のさ、うん、そうやね、これがなんかグダッとなるとこやけど、うん、意味なかったけれども、うん、
あ、そうですか、やるやん。ありがとうございます。やるやん、ね、ちゃんと考えてきたんで、はい、うん、じゃあその男気対決に参りましょうか。はい、で今回の男気対決は手綱相撲です。え、手綱相撲。あれや、フルーツバスケットみたいなやつやわ。フルーツバスケットのあのいっちゃ運動できんやつがやらされるポジションみたいな。フルーツバスケットって全然ちゃうやつじゃなかった。そうやね。え、やったことある？あるよ。小学校行ってた。こういうやつやろ。え、それ何？え、運動できんはこうやるやつやんね。ハポートボールってなんやねん。逆にフルーツバスケット、そうやろ、普通にダムダムでバスケみたいなんで。いやいや、違うゴールが下柱のやつやろ。なんか椅子がバーってあって、うん、でなんかね、みかんとか言ったらみかんの人がなんか移動しなあかんとか、グレープとかフルーツバスケットって言ったら全員が立つってやつ、うん、あ、お前の地元そう。いやいや、多分みんなそう。あ、お前の地元そっち系か。これ何？いや、マジで俺んところフルーツバスケット言うたらこれやったて。これ何してんの？じゃあやから第二のって、うん、バスケや。普通にバスケ、トラベリングアリーのバスケやね。ダブ、あのダブルなんちゃらもオッケーなの。ああ、はあ、な？緩いルールだね。緩いルールなんよ。で、ただゴールが、うん、あのリングじゃなくてこれやね。これやね。で、こいつが取ったらいいの？そう、こういう風にピョンってやって、お前ちょっとやって、うん、はい、やろう、ダメだなってきて、こうやってジロー行くでっつって、うん、こうやってで、出して、飛んだらあかん。あ、分かった。台から落ちたらあかん。このまま普通にほんまに運動できへんやつがやらされるやつやんけ。こうやって動いてやるやついじめやんこれ。嘘やん、これやん。いや、知らん。嘘やん。先生が間違ってたんですか？マジで。そうやね、時代か先生かどっちかやもんね、それは。え、めっちゃショックやねんけど。え、もうテンションガタ、うちも勝手にやって。いや、はい、進めて進めて。50ポイント入るんで、ちゃんとやりましょう。いや、ちゃんとやるけど、うんうん、じゃあ、うん、男気対決に参りましょうか。はい、お二人とも準備は大丈夫ですか？大丈夫ですね。すげえ地味すぎませんか、うん、これ大丈夫？このこんなちっちゃい空間の中で紐引っ張り合ってって。いや、ちょっと雨だったので、そこはしょうがないですね。なんか俺の方が不利説ない？なんで？あの、あなたスニーカーじゃないですか？足を痛めてるんでね、僕。あ、だから不利と。そうです。そんな…いや、なんやったら裸足でやられたらどうですか？グリップ聞いて。いや、お互い裸足やったらまだしも。じゃあ俺、片方バイキン入るから。あ、そうか、アウトブレイク、アウトブレイク、アウトブレイクするから。パンデミックグダグダや。はい、わかりました、頑張ります。落ちたら負けなんですね。わかりました、はい。男気手綱相撲、よーい、スタート。ちょっと待って、紐なくなんやけど、ちょっと待って。それも負けやろ。ちょっとごめん。いや、もう一回。思いのほか引っ張ってきよう。びっくりしたんやけど。話したから。男気手綱相撲、よーい、スタート。地味やな。ちょっと待って、これ落ちひんで。なんかさ、え、なんすか、ま、目に見えててん、うん、こうなんのは。負けるときも多分地味やし、うん、爆発とかしてくれたらいいで、足元が落ちたら。ババンって下がピラニアの池とかな、うん、リアクションも取りやすいねんけど、あーってなって、あーっていう感じだったな今も。俺も、うんうん、で、まだお前も意外にあっさり行ってもうたよ。ちょうどよかったんちゃう、うん、雨やし。そうやな、うん、雨が悪いんやな。ということで、男気対決に勝利したとめきさんに50ポイント。ありがとうございます。
なんかすいません。はいはい、うん、なんでそんな落ち込むんですか。いや、なんかね、いい大人がっていう、まあ、感じ。いやいや、今回いいじゃないですか。まあまあ、次回に期待と。そうやね、うん、男気対決自体も、もうどんどんこう、うん、マッチ対マッチとかになってくるからね。いよいよもう大きくなりすぎて、そんな感じで、ね、そこまで行く最後陣取り合戦みたいな感じで。そう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 。あ、なんでもう僕らもあれですよ、サマイスポイントに期待したいんで。あー、なるほどね。サマイスポイントはでも任しといてください、我々に。そこはおのずと結果はついてきますからね。そう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 。プラス10枚にして、いきなり0ポイント、ちょっと。いや、だからその最初からトップギアではあの大きいエンジン積んでる車走れないですよっていう意味で、うんうんうん、ま、やっぱ1速入れて2速入れて、うん、3速入れてて、こうどんどん上がっていく、下振れですね、うん、いわゆる、うん、仕方ないよ、どんどん安定して上がっていく。そう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 、そうですね。了解です。まあ各々ね、今回、うん、その再びになって、各々目標を持ってやれたらいいんちゃうかなと思ってる次第なんで、何か目標ございますか。あるあるある。何ですか。あれよね、とりあえず見切り発信。いいよ、ジローさん考えてるよ。そらそうよ、目標持って1回目挑んできてるわけやもんね、うん、お互いに、うん、じゃあお二人とも何ですか、うん、僕はね、今回ちょっと足痛めてスニーカー履いたっていうことで、うん、こう徐々に徐々に出演者、はい、そしてスタッフさん、そしてファンの皆様にバレないように徐々に徐々に私服に変わっていくっていう、半年かけて、最後半年後見たら俺私服やから、お前だけ道着着て、うん、今のやめよう、思わないな。すげえ思いついたけど、おもろいって思ったんやけど、全然もなかったし、やめよう、ごめん、なしで。大体こういう時に周りにいる人間が笑わなあかんの、うん、だからこいつらも悪いわ。なあ、うん、やめとけ、えやめとけ、あかん、お前炎上するから。炎上するからやめとけ。すいません、調子ありました、はいはい、ということで、はい、今回は85ポイント対34ポイントで富木さんのリードです、はい、はい、ありがとうございました。じゃあ今後も精進できるように頑張っていきますんで、はい、ジローさん、はい、半年間よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ります。ということで皆さん、はい、また半年間よろしくお願いします。お楽しみに。さよなら。さよなら。ありがとうございました。みんなだってこんな真っ暗なところ下見する言うて8時半に集められたんよ。やりました。嬉しい。頼むぞ。そろそろいいんじゃないですか、3回目となる番長ボーナス。ほら、いや、まあそうっすよ。ちょっとこれ積んだかな。はい、いや、参った言うんやったら参ったや。150手ぐらい先読んでっから。あ、お前、うん、あ、マジか。次回の収録は12月の24日、場所はレイトスロットステージ土浦店さんじゃ。前日の23日、いつも通りクラウドさんでクリスマス会やるから、お前プレゼント用意してこいよ。おお、そっちもな。チャンネル登録はこちら。